まず最初は紅葉の話題からです。東根市の方から紅葉の穴場スポットがあるという情報を聞きつけ、実際に行ってきました。東根市にあるスキー場、ジャングルジャングルにやってきました。まだこの辺り、木々は緑となっていますが、山の上の方は赤く色づいていますよね。というわけで、もう少し登っていきます。山形、宮城の県境にまたがる船形連峰の御所山に向かう砂利道。ところどころに色づく木々の中をくぐっていくと、到着したのは山小屋。その脇にはこんこんと水が湧き出ていました。あ、冷たい。おお、いただきます。おー、美味しいですね。この山からいただく恵み、これはしみますね。この水の源でもある山の上へとさらに進みたどり着くのが御所山の登山口です。登山道を入ってくるとまた一段と涼しさが増してきます。そして黄色く葉が色づいています。いや、綺麗ですね。緑の葉っぱ、そして黄色の葉っぱ、そして青空のコントラスト、マイナスイオンを感じながら、これもまた一興です。東根市によりますと、ジャングルジャングルがある黒部市高原周辺の紅葉は来月上旬頃に見ごろを迎えるということです。